新宿区障害者計画、第3期新宿区障害児福祉計画、第7期新宿区障害福祉計画の素案についてご説明いたします。はじめに、本計画についてご説明します。障害者計画は、区の最上位計画である新宿区総合計画のもと、区の障害者施策のあり方を定めた基本計画です。 平成30年度から令和9年度までの10年間の計画として策定されています。福祉、保険、医療、教育、就労、まちづくりなど広範な施策分野にわたり、この度、今後4年間を見越した一部見直しを行いました。続いて、障害児福祉計画及び障害福祉計画についてご説明します。こちらは障害者計画と別に、 令和6年度から令和8年度までを計画期間とする計画です。障害福祉サービス等の提供を計画的に推進するもので、各福祉計画で定めることは大きく2つあります。1つ目は成果目標を立てることです。何をいつまでに、どれくらいなど具体的な数値目標を示します。2つ目は、必要な福祉サービスの量や、それを確保する方策です。 利用の意向や過去の実績を分析し、これから3年間でこのくらいの量が必要という見込みを立て、受け皿が十分あるかなどを示します。続いて、障害者計画の体系についてご説明します。障害者計画は、基本理念や基本目標、目標を達成するための具体的な施策で構成されています。基本理念は、 障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現、バリアフリー社会の実現、必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現の3つです。基本目標は、安心して地域生活が送れるための支援、ライフステージに応じた成長と自立への支援、地域共生社会におけるバリアフリーの促進を掲げています。基本目標を達成するため、 9つの個別目標を設定し、具体的な施策は、17の基本施策、41の個別施策として示しました。続いて、本計画における主な見直し内容についてご説明します。大きく3点あります。まず1点目が、グループホーム等の整備です。払い方町国有地や、中落ち合一丁目区有地を活用した、 障害者グループホーム等の開設や障害者福祉センターの改修工事や新宿生活実習所の建て替えによる短期入所や生活介護の拡充等関連する個別施策について必要な修正を行います。2点目は新しい法律関係の趣旨を記載したことです。令和4年5月に施行された障害者情報アクセシビリティ コミュニケーション推進法及び令和6年4月に施行される改正障害者差別解消法により、障害者の社会参加のさらなる推進に向けた環境整備が進められています。障害者計画において、それぞれ法の趣旨を踏まえた記載を行います。最後の3点目は、新しい成果目標の設定です。厚生労働省より通知された指針に基づき、 第3期障害児福祉計画及び第7期障害福祉計画の成果目標として、施設入所者数や一般就労への移行者数等の目標を新たに設定します。成果目標については、後ほど改めてご説明します。続いて、グループホーム等の整備の内容です。令和6年度に開設予定の、払い方待ち国有地を活用した、障害者グループホーム等では、 短期入所、二人、グループホーム、二十人を整備します。令和七年度に開設予定の中落合1一丁目区誘致を活用した障害者グループホーム等は地域生活支援拠点として位置づけるとともに短期入所を緊急枠を含め、三人、生活介護、二十人、グループホーム、十七人を整備します。また、障害者福祉センターを改修工事し、 生活介護の定員を8人増やし20人とします。新宿生活実習所の建て替え後の新施設では短期入所の定員を1人増やし緊急枠を含め4人とします。また生活介護の定員を50人から65人に増やします。続いて新しい法律関係の趣旨の記載についてご説明します。令和4年5月に施行された 障害者情報アクセシビリティ、コミュニケーション推進法に関連して、デジタル化が著しい社会でも、障害を理由としてその利活用が妨げられることのないよう、デジタル関連の講座開催や、それに伴う視覚障害者、聴覚障害者交流コーナーの IT 環境を整備します。また、令和6年4月に施行される、改正障害者差別解消法に関連して、行政機関だけではなく、 民間事業者にも、障害者への合理的配慮の提供が義務付けられることについて、区内事業者に周知していきます。続いて、障害児福祉計画、障害福祉計画の成果目標についてご説明します。障害児に関する成果目標は1つ、障害者に関する成果目標は6つあります。まず、目標1。 障害児支援の提供体制の整備等については、4つの目標を設定しました。1つ目は、障害児に対する重層的な地域支援体制の構築です。令和7年度を目途に、子ども総合センターを児童発達支援センターに機能拡充していきます。2つ目は、障害児の地域社会への参加、包容、インクルージョンの推進です。3つ目は、 重症心身障害児を支援する児童発達支援、及び、放課後等でサービス事業所の確保です。四つ目は、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の実施、及び、医療的ケア児コーディネーターの設置です。新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会に、医療的ケア児コーディネーターを配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています。 続いて目標2、福祉施設の入所者の地域生活への移行についてです。施設入所者の地域生活移行者数に関する目標として、地域生活へ移行する人数を6名以上。施設入所者数の削減に関する目標として、令和4年度末の施設入所者数を超えないようにする目標を設定しました。目標3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築についてです。新宿区精神保健福祉連絡協議会において、医療、保健、福祉の各分野の関係者と、区の精神保健福祉について総合的に協議するとともに、分野間の連携を強化しながら、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進することを目標としました。目標4 地域生活支援の充実についてです。地域生活支援体制の機能充実のため、障害者自立支援協議会において、定期的に運用状況を確認し、検討した上で、障害者施策推進協議会において、検証します。また、令和8年度末までに、基幹相談支援センターを中心に、共同行動障害のある方の支援ニーズを把握し、 支援体制の整備を進めます。目標後、福祉施設から一般就労への移行等についてです。就労移行支援事業等を通じた、一般就労への移行者数に関する目標。年間29名以上。就労移行支援事業等の移行者数に関する目標。就労移行支援事業、20名。就労継続支援 A 型、1名。就労継続支援 B 型。 8名。就労移行支援事業利用終了者に占める、一般就労へ移行した者の,の割合が5割以上の事業所の割合。5割以上。就労定着支援事業の利用者数、53名以上。就労定着率7割以上の就労定着支援事業所、2割5分以上。のそれぞれに数値目標を設定しました。 続いて目標6、相談支援体制の充実、強化等についてです。相談支援体制の充実、強化を図るため、地域生活支援拠点と基幹相談支援センターによる総合的、専門的な相談支援を実施するほか、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者への専門的な指導助言や、事業者及びピアサポートの人材育成支援を実施します。さらに、 令和8年度末までに地域生活支援拠点を1箇所追加し、相談支援体制を整備していきます。最後に目標7、障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みにかかる体制の構築についてです。障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入する中、 請求の誤りをなくすための取り組みや、適正な運営を行っている事業所を確保することが必要です。障害者自立支援審査支払い等システムにおける審査結果を分析し、結果を指導検査等の機会を通じて、事業所等と共有することで、請求事務の適正化に努め、事業所の事務負担の軽減によるサービスの質の向上を図っていきます。説明の最後に、 本計画のパブリックコメントのお知らせです。実施期間は、令和5年10月25日水曜日から、11月27日月曜日までです。資料は、障害者福祉課のほか、保健センター、特別主張所、区立図書館等で配布しています。障害者福祉課、中央図書館、障害者福祉センター、視覚障害者、聴覚障害者交流コーナーでは、 素案用薬版の展示版及び音声版を用意します。また、新宿区ホームページにて公開しています。意見の提出方法です。閲覧場所にある意見用紙に記入の上、郵送、ファックス、窓口時んによりご提出をお願いいたします。なお、新宿区ホームページからもご意見をお寄せいただけます。計画の内容についてのお問い合わせは、 新宿区、福祉部、障害者福祉課、福祉推進係までお願いいたします。電話番号は 03-5273-4516, ファックスは03-3209-3441です。以上で、新宿区障害者計画、第3期新宿区障害児福祉計画、第7期新宿区障害福祉計画の素案についての説明を終了します。